では回りましょう九州チームのプレゼンテーションスタートです皆さんこんこにちは九州チームです今回プレゼンを担当させていただきます厚みコーヒーの川島と申しますでこちらは、えー、今回焙煎をです、ね、担当していただきましたエンデラコーヒーの宮崎さんそれとサポートはコーヒーランカーの田原さんにお願いしていますよろしくお願いしますそれでは発表させていただきます今回ですね九州チームなんですが検証に検証を重ねています まず、サンプルロースターに関してもですね、すべての焙煎所でですすね、べての,あのロースターがですね、焙煎を行って検証を行っていますでこの検証の結果なんですけれどもまずこの豆自体はすごくポテンシャルが高いと感じましたただ最初はですね、酸が表になかなか出ずフレーバーの良さも乏しい印象でしたそこを踏まえた上でですね、目指した品質なんですけれどもまず ナチュラルの良さこちらをですねあのいかに表現するかということでしたそしてストロベリーのような熟れて甘酸っぱい酸味を出しつつさまざまなフルーツを感じさせる上品でバランスの良いそしてさまざまなフルーツが現れては消えてゆく複雑な味わいですね新鮮でみずみずしい果物の果汁のような酸味を短時間の焙煎で目指していきました でえー、こちらがです、ね、九州チームの焙煎なんですけれども、もう一,回次もう一つ続お願いいします、はいはい、すいますすせん、えー、こちらですね、今回はです、ね、チーム全員で豆を焙煎してです、ね、持ち寄って、えー、コンペティションを行って、最終的な検証を行ったんですけれども、ば、えー、焙,焙煎テーマ自体は、ですねダンパーを締め気味にしつつ、カロリーを当たることによってふ生まれるフレーバーと、それと、えー、ハッとするような甘酸っぱい酸ですね。 えー、ついつい最後の一滴まで味わってしまうような飲ませる力を引き出すそんな魅力的なコーヒーを目指していますそれをですね表すために今回焙煎機に関してはフジローヤルの1キロ直下こちらを使っていますで,、はい、でこちらですね豆乳温度は210度ですで豆乳量は5 0 0ムボトムは127度ですでいちはぜはですね 6分26秒で186度、24秒後に仕上げています。で、トータルの焙煎時間は6分50秒で192度になっています。はい。で、こちらですね、あの焙煎を行った時のですね、あの印象なんですけれども、ナチュラルゆえにですね、あの熟度にばらつきがある印象を受けましたが。 しかしですねそれがフレーバーの複雑さを生み出す一つの要因になると考えられましたそのためハンドピックを行いすぎると複雑なフレーバーや味のバランスが損なわれることも考えられるためあえてハンドピックを最小限に行っていますで今回のテーマを実現するために焙煎機の選択も慎重に行って先ほど申し上げたようにフジロイヤルの1 k ロ直下を選んでいるんですけれどもこちらもですね、えー ハイカロリーを生まれさせるためにですね棒バーナーを使用しそしてステンレスのシリンダーで電動熱よりも熱風を重視した換気性が良い特注のパンチングシリンダーを使用していますで今回のこの豆なんですけれども繊細さと大胆さこちら両立しないといけない緻密な焙煎技術が必要でしたこの直下の1キロ焙煎機だからこそ 可能であると判断しそしてこちらに焙煎をお願いしていますでダンパー締め気味でですね前半を進行させることによりフレーバーを発達させそして生米の個性を生かすカロリーのかけ方を重視していますまあこの結果ですね品質を保ちながらあのどうしたらいいかというところなんですけれどもこの今回の焙煎の担当の 宮崎さんからですねアドバイスもいただきまして時間を置いた方がよりコーヒーの質が良くなる甘くなって美味しくなるというところのアドバイスもありましたのでそこを生かすために今回のこの日程に合わせて14度の低温倉庫で保管していますでこれによることによってですねさらに甘み質感でフルーツ感ともにですねあのとても美味しいコーヒーが仕上がっています で焙煎で引き出したフレーバープロファイルですけれどもストロベリーやアプリコットローステッドアーモンドミルクチョコレートコンプレックスキャラクタープラムスムースなどですねこういった感じの複雑な味が十分に出ていると思います最終的にはですね九州チームはこのようにあの実践もです、ね、踏まえた上でフレンチプレスでも抽出を行っております皆さんどうかですね これだけこだわりにこだわった九州チームのコーヒーですね。ぜひ味わってみてください。そして体感してみてください。きっとあのすごくですね。楽しんで喜んで味わっていただけると思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。九州チームプレゼンテーション終了です。では、どうぞ前の方にはいお願いいたします。 はいえー、もっともっともうぞお疲れはいお疲れ様でしたちょっといろいろ質問が、えー、とナチュラルの良さナチュラルコーヒーの良さって、えー、ちょっと私もあるんですけども、えー、と皆さんそれぞれあのナチュラルの良さってイメージしてると思うんですねそのナチュラルの良さと今回のインドカラディカンエステートナチュラルの良さって同じところと違うところってありますかまずありますかね そうですねあのナチュラルのコーヒーってやっぱりクリーンカップっていう部分ではちょっと劣る部分がそのあるっていうのは分かってますでまあその雪の結晶が一粒ずつ違うように豆一粒ずつがかなりこう個性を持っているのであこう多様性を持ったこう重層的な味わいになると。 ただそ,のそれが隠れてしまうようなクリーンカップだとなかなかそれを感じないのでこのインドのスーパーナチュラルというコーヒーはスーパーと名が付いている通り特別な多分、生成法があるので後でお伺いしたいんですけれどもあのクリーンであるためにその多様性がすごくこう輝いて見えるそういう素晴らしいコーヒーじゃないかなというふうに感じましたフレーバーもねこうベリー系の甘酸っぱい感じっていうのはえなかなかないような気がしますうーん そうすると、えー、ナチュラル特有の、えー、果実系のフレーバー、特に赤い果実系とか。はいえー、焙煎によって、ワイニーが出たりとか。はい、ワイニーですね。ねはい、そういうものがありながらも。ええー、まあ、舌触りは滑らか。滑らかですね。非常に滑らかで、ねっとりした果物を思い浮かべますね。ねっとりした感じ。はい、うん。すごいですね。ねっとりした果物。例えば。えっ、ー、とですね。 焙煎マ,マンゴーとかもあるんですけどまあでも甘酸っぱいとか考えたら皆さんはすももの甘酸っぱい感じとかこっち,ちょっと酸があるんだけれども強くなくて優しい甘い感じで終わるっていうのはなんか体験あると思うんですけどこちらに近いい感じだったと思いますやっぱりナチュラルってこう複雑だけど焙煎は難しいすごくスイートスポットが狭い。 すぐ行き過ぎてしまうと消えてしまいますし、たまえすぎだとこうディベロップしてない味が出てしまうのでそこを目指すのが非常に難しかったと思います難しい難しいお題だと思いますあの今回、ですねあのこの、えー、ロースマスターズチームチャレンジを企画するあたりですね、あの焙煎に行って何をしているのって見えないので、各チームにです、ね、あのきちんと工程を踏んで。まあ どういうプロセスを踏んだのかというのをきちんとあのプレゼンしていただくように話していただきましたあの各チーム、ですね今回この九州チームもですねあの理想の焙煎米を仕上げるにあたりですね、まあ、手を抜かない、豆を,豆をですねいい,いい豆だよ、これで乱暴に釜に入れたら出来上がるってことじゃなくてちゃんとチェックをしながらプロセスを踏んで味見を取ってやらないとできない。 だからこそ今おっしゃったような、九州人おっしゃったような、普通のナチュラルとこのナチュラルの違いというのは、はっきり明言できるのかなって気がします。では最後の、ね、プロフェッショナルとは、なんでしょうかプロフェッショナルとは、検証に検証を重ねた味の追求だと思います。この妥協がないことによって、より素晴らしいコーヒー豆をさらに上の段階に引き上げることができると思いますそれがプロフェッショナルの仕事だと思います。 えっとまあシンプルなんですけど、えー、多様性と探求心をいかに持つかだと思ってます。えー、一番この大会を通じて感じることですね継続は力なりで SCAJ も15周年おめでとうございます。<laughs> 会長いらっしゃいますけどはいおめでとうございます。<laughs> パチパチと言いますね。<laughs> あ失礼ですか <laughs> はいはいでは九州チームです。 お疲れ様でしたありがとうございましたお疲れ様でしたたありがとうございまお疲れ様でした。